登り旗はございましたか。武家のお話をご存知なのは今や対馬には数えるほどしかおりません。どうかお話をお聞かせください。今から少し昔のこと、賊に囲まれたことがあってな、一人で戦おうとしたところ急に奴らが背を向け森の中へと逃げていった。振り向くと長尾家の弓取りたちが丘の上に列をなし、空へと矢を放っていたのだ。赤子の頃から鍛錬を始めた者たちだと賊も聞いていたのだろう。おかげでいさかいはその場で終えることができた。その夜酒でもてなしたことは言うまでもなかろう。素晴らしいお話でございました。他の者にも聞かせてやらねば。感謝の印としてこちらをお納めください。お達者で。他の武家の旗がありましたらお持ちいただけるでしょうか。剣は先祖
Hawenter, Zukter, Yamar Nigim Harwo, and Harak Tisha. Ten twinks! Hoy, Harvo. Çe yu harsa.
Zip. まさか殿！何をしておいでですか。家族を探しておる。夫は見つかったのだが、二人の息子がまだ。対馬の武士らしいお働きでした。最後の地を知らぬか。いえ、戦は混乱を極め、叔父上を見失うほどでした。手伝わせてください。来い。これから浜のこちら側を探す。見ろ、兵だ。足立家の兵です。ああ、だがなぜ一人落ち延びようとしたのか。すべての老頭が主の仇を討とうと勇んでおりました。逃げることなく。良いことを聞いた。皆忠義を尽くしたか。一族の旗を見つけたら知らせてくれ。政子殿、こちらへ。足立家の旗。浜を進んでいた様子。ならば我らもこの方角に進むぞ。誰です？正則だ。若輩者ではあるが、年老いた父親に代わり戦に出陣した。肝が据わっておる良い息子だ。ああ、だが我が子はどこだ。長尾家の武士だ。弓の名手を抱える一門でした。右に出る者はいなかったの。先生さえご出陣くだされば。
志村家の旗だ。この先は岩場です。ここにも氏影、息子らの良き友であった。最後までそばにおったはずだ。ではこの近くに行くぞ。猛虎のムクロも置き去りか。無用ということです。館に残っておれば妻と子の隣で眠れたという。有明は遠く危険な旅です。近くに埋葬できる地があれば弔うこともできましょう。かがり火台、幼い息子の遊び場だった。今は猛虎の手にあるもの。ならば奪うまで。かがり火台はこっちだ。二人はかがり火台が好きでな。遅くまで戻らぬ時は決まってそこにおって星を眺めていた。良き母ですね。そう自負しておったが、二人の子が先に行き、母が残るなど、これほどの無念があろうか。母上を亡くした時、私も己を呪いました。しかしお主は幼く、母君は病、お主にできることなどなかっただろう。それが事実でも、慰めにはなりませぬ。そうだな。まだです。新手が来ます。下から来るぞ。ご用心を。
その様子です。ようやくだ。息子らを運ぼう。二人が元服した後も世を明かすことを許さず呼びに参ったものよ。母を亡くしてから恋しかったのは私を呼ぶ声でした。母君は安らかに眠っておる。安心しろ。豊玉で落ち合おう。一族の敵をすべて見つけるまで休んではいられぬ。なれど今少し息子らのそばにいさせてくれぬか。承知しました。ご無事で政子殿。どうかお気をつけて。鶴の夫の調子はどうだ。その派で煎じた茶を飲ませて。もう魚ね。アザモウラのこと聞きました。ありがとうございます。Thank you.
かけろ、ソロン。ご機嫌いかがでございましょう。先日座禅を組んでいたら若い狐が隣に座っていたことがあります。賢いゆえお主の人柄に惹かれたのであろう。話しかけると何か言いたげに立ち上がってついていくと神社にたどり着きました。あの時の感動は言葉では言い表せません。かような時でも光をお与えくださるのだな。
京羅なり。運をたがうるさざれ石、そこにありては登るほかなし。血を抜け！エンダータス！ボルジョーク！サンファーク！アラロキ！Bastım bu işi. Yeah!
尋常に勝負。
我が家は代々白染めを扱っています。お侍は滅びたかと思ってました。それが客を迎える言葉か。これは失礼をいたしました。人との交わりが増えてで、友と呼べるのは染料と刷毛と漆と布くらいです。ですが城郭の雪のごとく美しい白に染め上げることができます。十分な素材をお持ちくだされば、あなた様の表具を冬の神のごとく白く染めましょう。猛虎には白き冬の神に見えるはずです。十分な素材がなければ美しい白い色を出せません。初雪のごとく白い染め物ですよ。Huh?
走れ、ソラ。開けろ、ソラ。走れ、ソラ。よし。
さあ来い。お助けください。待たせてしまったな。お主の里は飯島の集落です。隠れていたんですが、猛虎が湿地から村を攻めてきました。恐ろしい馬のいななきと泥が詰まった蹄の音が。気づかれずに村に入り、奴らを打ち払おう。よし。ヘンディングモッツォ。よくとせ。おい、うどんくっつはるさ。はい。あなた様は坂井様では？でかした。恩に来ます。
よし。これからも頼むぞ。かけろ、ソロ。さあ来い。エンダーさん、言わさっちょった。やがて撃ち。
Yume, Yag Yum Harsim, Kirti, Nati, Gosho, Gosho!
よし。酒井様、さあこちらへ。吾作の伝承を語りましょう。
誤作？聞かせてくれ。喜んで。二桃と瀬と磯島前、墓島の族徒党を組みて対馬に害をなせり、その自分対馬の御作なる百姓もののふの亡霊の呼びたるを聞いて、いずれば蒲根の見事なる甲冑を作るを見入れ、麗しきに惹かれて鎧をかすめぬ。いやいやあって賊は御作の村に至れり、戦わずばある限りを奪い取られんと悟りて、御作は鎧を身につく。賊の打ちかかりて来たるに、御作恐れて手が震え、足なんと思う時、賊の剣を鎧が弾き、御作はたじろぐこともなし。惑いたる賊は後ずさり、夜めきなどすれば御作は不可思議にも意図静かなる心地して、御作の勇を哀れみし、もののふの亡霊の月仕事、刃を振れば手早なり、あらゆる賊を切り捨てる。その後は賊を見る者なし。後の年、御作死して裏の家々鎧をば秘蔵して錠をかけ、それぞれが鍵一つを持ちて守る。今再び対馬に害をなす者あり、百姓の曰く御作の霊丘の神にて立ってあり、新たなる勇者のまた田畑を守らんとするを弔うと。鎧は隠されたままか。ですが猛虎が動いております。里を襲っては鍵を求めているとか。どの集落に鍵があるのだ。葵、飯島、久田、小清水、小浜、八幡です。鍵さえあれば赤島の丘の上で鎧を得られると言います。猛虎に渡すわけにはいかぬな。その通りでございます。
けろ、ソラ。おい、アルボ、あっち。社会人、行け、ワッパ。裏切り者のすげがさし、死であがなうがよい。侍なぞ本物の武人とは言えぬ。我らが武勲を抜け抜けと盗む野党も同然。覚悟しろ。かかってこい。城育ちの軟弱者め、所詮この程度か。息を切らしておるぞ。育ちの軟弱者め、息を切らしておるぞ。
城育ちの軟弱者め。息を切らしておるぞ。さらば、浪人。水に隠れし命かな。枯れ果つる実は行く先もなし。Ben haberci la, Diego. Zipsi gay bir. ございます。もう安全だ。
し。去哈罗。хийсэн хүнийг нь олж ир. Хим анигэтэм. Оно сарэрэ дагэдэс.動くな。このご恩は忘れません。さあ早く逃げよう。忘れません。もう安全だ。Nicht irrsum! Mit Bank Belen geht's mit! Fiel mich wohl das Adnachal Xidic, so man rot zu kuschte!様のような強さだ。お礼の印に
この鍵をお持ちください。島を守るため使わせてもらおう。よし、ソラ。何か手はあるさ。見つかったら殺される。あざもからも出られたろ。死にかけたじゃないか。かけろ、トラ。天地못써지상가오
がしてやる。おかげで助かりました。道中気をつけよ。请哈罗有位待たせてしまったな。来てくださったのですね。さあ、早く逃げよう。鍵を失ってしまうかと思いました。鍵は猛虎に奪われたのか。いいえ、お持ちください。これで猛虎はもう何も奪えません。鍵は揃った。鎧は赤島にある山の上だったな。
얘기 좀. 버틀라. 핸드만. 1番手は誰だ？
作の鎧、噂通りか猛虎で試してみるか。頑丈で驚くほど軽い。ノリオだ。だが他の僧がおらぬな。皆は怪我人の手当て。私は方針らを探して連れ戻してきます。弓を見て差し上げましょうか。我らの助けを止められはしません。酒井様。ノリオ、他の僧はどこだ。どんな鎧でも結構です。お体の傷も減りましょう。ああ、素材を十分にお持ちでないようですね。
助かった。